ちょっと手入んねえかな、心配だな。心配だなって言っても。多分入んねえじゃねえのって考えてはいますけど。忘れてました。オッケー。フォアシールはレベル上がりそうですね。この辺いるはずなのになんで見えない？じゃあ滑ってるしな。なあ、おお、受け耐えた。これが怖い。で、このシールドがレベルアップか。テクノマスターボルトは29ね。はい。OK。とりあえずは淡々と進めていきますが、ゲートスターに、はい、バゼラード、バゼラードもなかった気がするな。バゼラードって購入できたはずじゃないっけ、確か。どんだっけ、忘れた。こっち行けないじゃん。何回同じミスしてんだよ。なんか外しすぎだな。いるのかいないのかよく考えた。もう錯覚か。本当に淡々と進めてはいますけど。あ、ブルナの、手抜きみたいに若干残るってのがなぁ。シュースイカ。倒したい。OK。お、来た。
金色の羽か。これか、ラストか。天かけ翼。レベルが30か。30か、やりおるな。やりおるなって何の話だかよくわかんないけど。30か。26って思わぬで、低レベルのやついれば、30とかも、29とか30とかみたいですんで、本当にピンキリですよね。ピンキリって言うのかな、こういうの。ルビーシェルは炎が効くのかな。もうね、MP 減ってきたな。回復行きたいなぁ。あぁ。なんかね、こういう狭いところにいると必然と合わざるを得ないから、だなぁ。それが何とも言えない。ああ、ディレイ。大丈夫だった。え、いるの？パワーリングついちゃった。フォアシードの MP がない。あと誰どっちだっけ。おいカウンターでなんでミスったキューメイコン。おぉ、うわぁ、残った。危ない危ない。あ、やべ。あぁ最悪最悪。ちょっと待って、これで回復でしょ。さあ次はドイツ入れるか。とりあえず、ね、育成対象として使い合いが多い分、いろいろ選択の余地ができる分だけ時間はかかりそう、このエリア。わしはブレイブ32だもんな。ちゃんとか。
Okay.